現場上空です。現在自衛隊や工事関係者らが不発弾らしきものを処理する作業が行われています。市によりますと、磐田市小立野の住宅街で昨日配管工事をしていたガス会社の作業員が不発弾のようなものを見つけ警察に通報しました。陸上自衛隊によりますと、見つかった不発弾はアメリカ製の500ポンド弾1発で、長さがおよそ118センチ、直径が36センチほどあるということです。信管がついているものの、安全は確保されているということで、避難の呼びかけなどは行われていません。びっくりしましたね。まさかここに爆弾が落ちているとは思いませんでした。早く知らせてほしいっていうことね。今テレビで放送があって初めて知ったところでね、そういうのはあったら早く知らせて、近所だけでも知らせてほしいなと。戦時中にはこの辺も結構ね、爆弾は飛んできたっていうことは聞いたことはありますけどね。陸上自衛隊が処理作業を進めていて、今日は防護措置を行い埋め戻したということです。市は現場に警備員を配置し、自衛隊と処理の方法について検討していく方針です。